ただいまにですね、ザ・博来寄せ、2016開催記者会見を、させていただきます、司会をさせていただきます、テンダラー浜本とテンダラー白川とロバートです。お願いいたします。よろしくお願いします。さあ、過去3回にわたりましてね、世界中から絶賛される超一流パフォーマーたちをこのナンバーグランド花月に、集めて行われた博来寄せですけども、今年5月、再び大阪で上演されることが決定いたしました。そうなんですよね。そして期間はですね、2016年5月11日から6月5日まで、ナンバーグランド花月で開催されます、はい、そして今回の、MC は我々テンダラーがやらせていただきます、はい、そして私ロバータがアシスタントをさせていただくことになりました、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では早速ですね、今日の会見に駆けつけてくださいましたザ・博来寄せ2016の出演者の皆さんに登場してもらいましょう、はい、本日お越しいただいたのは吉本新喜劇アキさん、中川隆さん、酒井愛さんのお三人です。どうぞ。さあ、それでは続きまして、ザ・博来寄せ2016、エグゼクティブプロデューサー澤田隆治様にご登場いただきます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。4回目ですから、まあ、まだそんなにネタあるのかと思っていらっしゃる方もあるかと思います。いくらでもありますんでね、僕自身がまあ、ある程度長いことやってるから大概知ってるつもりなんですけどね、今も全く世代が変わってね、若い連中がいっぱい出てきてるんですよ、世界中で。だからまた僕の引き出しなんて全く役に立たないんですよ。全く新しい連中を一から探していかないかんし、まあ、ベテランの人もね、まあ、もう20年ぐらい経ってるとね、ヨロヨロになってますからね、みんな。だから長いことパリなんかでね、リードとかああいうところに出てた人ってもうみんな引退してダメになってるんですよ。で、若いので面白いのがいっぱい出てきてるから、まあ、そういうのをいちいち見て歩いてですね、で資料も見て見て、まあ、選んだんで、まあ、今回もちょっと不思議なのとそれから、初めてですけどマジックをちょっと入れてみようかっていうんで、若いのありました。これはフィズムっていうマジックのオリンピックの大会で入賞した若手のバリバリですけど、こういうのも日本のマジシャンとまた全然違うスタイルのマジック、まあ、こんなことがちょっと今回の特徴だと思います。また、ぜひご覧いただいてよろしくお願いします。ではご紹介いたします。ザ・博来寄せ2016出演パフォーマーはこちらの方々です。1組目はポップな音楽で楽しませるビーチパーティーマジック、ドイツマジック界の若手ホープイェイコブ・マティアスがコミカルなステージをお届けします。2組目はコントーション、見るものを虜にするプリンセス・エレインの驚異的な柔軟性、さらに足を使って矢を射る芸は見ものです。3組目はユーモアかつユニークなプレイク・ジャグリング・コメディー、サーカス一家で育ったデイビッド、まさに究極の皿回し、多彩な技に注目です。4組目は男性デュオによるノンバーバル劇 Men in Coats、 海外の芸術祭でも大人気、息の合った絶妙な掛け合いで笑わせてくれます。5組目は最新テクノロジーを駆使したスクリーンマジック、種も仕掛けもあるに違いない、まか不思議なパフォーマンス、映像との駆け引きをお楽しみください。そして6組目は幻想的な世界を砂絵で表現するサンドアート、音楽と合わせた砂絵のアニメーションで感動のストーリーを描きます。はい、ということで今ご覧いただいた6組の出演が決まっております。まあ、今回もなお一層凄技を持ったいろいろなジャンルのパフォーマーの皆様が集まりました。はい、そしてそれに対する日本のコメディといえば吉本新喜劇、はい、というわけで皆さんに今回の意気込みを伺いたいと思います。はい、それではまずはアキさんの方からよろしくお願いいたします。すいません、新喜劇のアキです。よろしくお願いします。お願いします。はい、たくさん海外から素晴らしいパフォーマーの方が来られているので、はいはい、そこにちょっと負けず劣らず、しっかりとした、普通の新喜劇とちょっと違った、
新劇をお見せしたいと思います、海外の方が、ね、今呼んではりますけども、はい、僕たちのこの新劇を海外の人が呼んでもらえるようなそんなショーをちょっと僕、はい、作りたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、秋さんの時にはゲストに辻元茂雄さんが出張るということで、はいはい、よろしくお願いいたします。お願いします。吉本新劇中川です。そうですね、僕もあの前回はスッチーの座長集に出してもらったりはしてたんですけども、はい、実はあの僕も大道芸をちょっとしたりもするんで、前回あの火食べたりとかっていう技をしようかなと。まああの火、あの火の技をするのに火器申請を1ヶ月前から出さなあかんというちょっといろんなこう手配が大変なんですけども、まあ、ちょっと違った大道芸を出せたらなというのもあるんですが、何せあの相方に鼻をね釘刺すという芸はお客さん一つも笑わないんで、まあ、その大量の水を吐くっていうやつ、ね、あれももうあの武漢さんに怒られるんで汚いからやめてくれって言われて、ちょっといろいろ考えながら楽しい新劇を作りたいなと思ってます。よろしくお願いいたします。中川君の時はゲストで、内場座長とスッチー座長が来られるということで、はいはい、よろしくお願いいたします。おはようございます。吉本新喜劇の酒井愛です。よろしくお願いします。今回はですね、あの新喜劇の中で一番可愛いということで選んでいただいたんですけども。そうなんですか。ブスシンプルにブスって言うのやめてください今回はですね、あの普段本当にお世話になっている川端兄さんの力もお借りしまして、あの川端兄さんも顔パンパンやし、私も顔パンパンやし、顔パンパンチームでもう元気で明るい新喜劇をお届けしたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、三者三様の新喜劇が行われるということで、お客様にはぜひ3つの新喜劇を、まあ、全てね、うん、見に来ていただけたら、嬉しいと思います。そしてなんと、今回はですね、東京公演も決定いたしました。これはすごいニュースですね、これは、こちらでございますね、はい、6月の9日から12日までですね、東京グローブ座にて開催いたします。6組の海外パフォーマンスはもちろん、新喜劇大阪公演をさらにバージョンアップ、ゲストにですね、今話題人気沸騰のダンスにと、エクスプロージョンも、出演が決定いたしました。こちらもまたちょっと楽しみな ね、感じですけども、またちょっと一味違った新喜劇になるんではないでしょうか。さあ、それでは最後にザ・博来寄席名誉支配人でありますこの方々からご挨拶がございます。ザ・博来寄席名誉支配人中田カウスボタン師匠、よろしくお願いします。お願いします。はい、まあ、とりあえず澤田先生が、毎回ね、そうですよ、よく先生これだけあの素晴らしい芸人さんがいますね。そう、さっきもおっしゃっておりましたですけども、ね、僕も知らない子まだまだおるから、うん、ということはまだまだ続くということ。そうそうそうですね。そう、うん、でこれ何回を重ねるごとに、そうそうそう、マスコミの人も増えてますからね。そうか、3人あの、ね、とりあえず5月の連休を挟みますからね、はいはい、毎年あのファミリー層、そう、小さいお子さんからおじいちゃん、うん、おばあちゃんまで、うん、こういう層が増えてるというのは非常に嬉しくて、ね、そうですよ、どうぞよろしくお願いします。皆さんが、はい、気持ちをあの中に入るようなちょっと記事をお願いします。よろしくお願いします。これぐらいの記事でありがとうございました。さあ、ということで2016年5月11日から開催されますザ・博来寄席2016、チケットの方は2月25日今週木曜日から発売となります。はい、ぜひ世界のすご技を生で体験しに来てください。記事の方よろしくお願いいたします。僕たちが日替わり出演しますザ・博来寄席2016が5月なんばグランド花月で開催されます。ゲストには吉本新喜劇座長も登場します。ぜ